ぱ夢を描くってことってそこの数字の問題だけじゃないんだよね。足元の数字をこう把握するってことは非常に大事です。だけど黒字を出すっていうのは当たり前のことです。熱血コンサル基礎産業。毎月の売上利益の予実管理をしていますかとのアンケートに対して 62% の方がしている、38% の方がしていないという回答でした。売上利益の予実管理が結果的に資金繰り予測とリンクしてくるかと思いますが、売上を計画的に上げるという目的のほかに、例えば売上を上げすぎないためにも予実管理を行う必要があるというケースもありますか？まあこれあるだろうね。例のあそこで最近社長が変わった柳井さんのとこね、言っちゃったね。柳井さんのところは売上が上がりすぎてもごめんなさいって言わないといけないらしいよ。なんか経営会議で聞いたのびっくりだよ。結構確かなとこから聞いてるからねこれ。だから売上が達せなかったからごめんなさいじゃないんで、売上ここに対してここぐらい売上が立ったらその仕入れとかでみんなで迷惑をかけたからごめんなさいみたいな。 100% の目標に対しまして 105% でした申し訳ございませんでしたとかって謝らんといけんのだってさ、なんかひでえ会社だなと思ったよその話聞いた時に。だから今の上げすぎないためってことで毎日予実管理ピチッとやって、もうなんかこう買いに来た人がおったらね、あれじゃん、誰でも着れるようなフリースとかを買いに来た瞬間もうダメですダメですみたいな、そういうふうなことをやらないといけなかったってことなんだよ。すげえ話だよな。でもやっぱそれだけやっぱり数字っていうのは厳しくないといけないっていうことなんだろうと思うね。狙った数字を作るっていうことが大事なんだよな。うちの会社もやっと狙って数字が作れるようになったよ。黒字を出すのは当たり前だと思ってください。これははっきり言っとくよ。黒字を出すために死に物狂いで働くんじゃないの。普通の人が1頑張ってるとこう10、20頑張ってその黒字を出すっていうことが大事で、やってることをどんどん変えていきながらね。俺だってこうやって偉そうに言っとるけど、未だにやっぱこれで良かったんだろうかと問い詰めながらやっぱりやっとるよ。病気しながらやっとるよ、本当。病院行きながらしんどい思いしながらやっとるで。そんなんなんか全然寝れてないとかそういうことないでしょ。寝とるじゃろだってね。まだまだやれるじゃんってことなんよね。まだまだやれるんだよな。黒字を出すのは当たり前。だから狙った黒字をどう作るかっていうことね。あとは3年後、5年後どういうふうな立ち位置を取るかっていうところをやっぱり決めるってことが大事かな。俺ね、実を言うと経営の目標で売上何本にするとか利益を何本にするみたいなことってなんか猿のコンサルでも言えると俺は思ってんだよな。実を言うともっとなんか具体的に言えやっていう話なんだ。夢つかむためにさ、この間基礎産業は3つの事務所を編成したんだよな。関連会社が3つあるんですけど、本当はまあちょっともうちょっとあるんですけど、まあ3つの主だった事務所を1本にしたんです。でカフェやるからね、カフェと併設して事務所を設けたんです。その時2代目と話したことがあるんだよ。近くに住友タワーがあるんだよな。だからもう次はここに入ろう決めて、だからそういう風に決めて進めていくというか、だからその家賃が何ぼかかるかとかそんなん分からんよ。でも100万単位の家賃が払えるぐらい金集めるんじゃっていうこっちゃ。でそういう風に次はこうするっていうところ、こうあるべき姿はこうありたいみたいなとこから行くんでいいと思うよ。白金高輪に住んでるんですけどね。でも俺も最近もうあれをもう一つ夢叶えたんだよな。まあタワマンに住むっていうかでも住むところは夢じゃないんだけど、やっぱりいずれはその今住んでるところも景色がすごく綺麗なんですけどね。でもやっぱりそのね、東京ど真ん中にやっぱり住んでるっていうね。あもうH銀行におった時なんかだったらもう叶えられんかった夢だと思うよ。でうちの社員もこの度給料だいぶ上げたんですよ。みんなびっくりするくらい上げたんです。もうこんなにもらえるんですかぐらい上げたん実は。それまあ東京基準っていうところにその所得水準を合わせたいっていうのもあったんだけど、やっぱり業績連動ってところを考えてこのぐらいはやっぱり私はプライド持ってやってくれっていうふうな話はちょっとしたんですけどね。だからそういうふうにもう次はもう俺社員はこの間も言ったよ、このぐらいにはなってほしいみたいな。銀行の給料なんか比じゃないぐらいにやっぱもらうように、5年目ぐらいでこういうふうにもらうにしてくれとか。女性だったらこういう風にもらうようにしてくれとか俺言っとるの実は。それってやっぱ夢を描くってことってそこの数字の問題だけじゃないんだよね実は。俺なんか他にもあったかな、出てきた時に思ったのが次はこうありたいっていうのあったかな。まあ、渋谷に住んだ時にやっぱ俺大丈夫かとは思ったけど、会長になった時にね、今の社長2代目がさ「渋谷に移ります」「コンサルって言ったらやっぱ渋谷なんで」っていう俺も「本当かお前大丈夫かこの家賃」みたいな「いや大丈夫っすよ」みたいな。で規模も大きくするために2人採用しますみたいな。マジかみたいな思ったんだけど、でもやっぱりそうやって夢描いてきてるからそういう風になっていくんだよね。だから言い続けないとダメってことなんだよね。そういう風にやっぱり夢を描くためにやっぱ足元の数字をこう把握するってことは非常に大事です。だけど黒字を出すっていうのは当たり前のことです。1対0の戦いをしようとするからなんだよ。だから本当に言うと5対2ぐらいでこう抑えるためにどうしたらいいかっていうところで、自分がどういうふうに影響出るかってことを考えることが大事なんかなというふうに思うしね。まあその上で自分はこういう生活がしたいっていうところがあって、やっぱり精一杯生きていくってことがやっぱり醍醐味なんじゃないかなというふうに思いますけどね。そうすると社員の方、会社のメンバーが同じ方向を向かっていく、こういう形の売上利益を作っていくんだっていうような意識を共有するためにも、そこの数字の管理っていうところに、一部社員っていうところも入っていく、共有していくっていうところはやっぱり重要になってくるんでしょうか。やっぱそうだね。だって自分らの給料をこういうふうなとこからもらってるっていうところを言わないといけないからね。社長がスーパー営業マンであるよ、青森の方とかでも俺経験したけど、一切数字出さんのんだよな。でもね、そういうとこってさ、社員の意識調査した時むちゃくちゃ低いんだよ。これどうして低いかというと、やっぱり社長がなんか俺が会社の借り入れの保証人になってるのに、なんで俺の数字が好きなようにするだけでいいじゃないかみたいな。なんで社員に公表しないといけないんだみたいなことあるから、社員の意識がすごい低いんだよね。だから自分が思っとる以上よりも大きくなれないんだよね。なれないっていうか、俺実を言うとその会社以上に資金を持つことができるようになったんだよ。実を言うと固定資産対比っていうともっと実は比率で言うともっと持つことができる。そこ会社実はすごく儲けてる会社だったんだけど、最近思ったもん。あ、これやっぱダメだ、大きくなれねえやみたいな思ったよね。それはそうだよ。だって共有できてないんだもん。社員がやっぱりその夢を描く、社員が5年後こういうふうに私はこういう生活をしてるみたいなね。お、この間嬉しい話があったんだよ。給料を上げた時にさ、うちの社員が会長なんか家族が増えたんですとか言ってね、犬の写真見せてくれて、犬飼うことになった、いいことだよね、どんどん飼えとか言って、それでそう養うために一生懸命働くんだよとか、俺のためにみたいなね話するんだよ。そうするとやっぱり意識が共有できるじゃん。そう子供や犬をね、ワンちゃんをこう育てるために私は頑張るんだって、そんなんでいいんだよ。そんなもう生きる動機なんてもうそんなしょうもない話でいいんだよ。だけど男のその戦う場所っていうのはちょこまかとケツを動かしてはいけないと思うから、トップというのはそこへデーンと座って一点集中で頑張る。でそのためにやっぱりどういうふうに影響をかけていくっていうことが必要なんだと思うんですよね。まあ少なしそういうところ、不安なとこ社員に見せちゃいけないっていう。あとはまあそのやっぱり数字の部分、こんぐらい稼ぎたいっていうところ、思いを伝える。黒字を出すのは当たり前、思いを伝えてやっぱりそれ以上にこう勝ち切ると、勝ち切る経営をやるというところがやっぱり大事なんじゃないかというふうに思いますね。だからやっぱり赤字企業の社長って言ったらやっぱそこがやっぱ負け癖がついてんだよね。だからやっぱりそこをできる人とかね、明るい人と一緒になって引き上げてもらうという場がうちの会社にはあるんですね。黒字の会社の方もぜひね、やっぱご参加いただきたいのがうちの会社のグループコンサルということになるんですけども、毎月12,000円かかります。で、10人1組のクラス、4人1組のクラスというのがあって、今100社ぐらい参加いただいてるのかな。資金調達がやっぱ一番人気なんですよね。もう秒で埋まるんですよ。一般の経営相談とか、あと予支運用とかね、そういうふうな話とか、あと FC の本部になりたいとか、そういうようなコース、6つのコースっていうのを設けておりまして、全部見て回れます。ご興味のある方ね、是非ねご参加いただければと思うんですけども、特に資金繰りが苦しい方とか、相続対策とかね、そういったことでお悩みの方は直接こうやっぱり知られたくないんで、直接面談したいというニーズがあるんですね。そういうことで個別面談コースというのも設けております。こちらは48,000円で20分から30分ぐらい私と話するって感じになるかな。だから事前にちょっと大体こういう概要っていうのをお伝えいただくんですけども、メリットがあるんですね。私が決裁者なんですよね。だから決裁者が直接面談をして、これがこういうふうにしようっていうふうに決めて、でこう決めてそのまま下に流していくから即効性があります。でご興味のある方、この下の概要欄にリンクを貼っておきますので、お問い合わせをよろしくお願いします。それと今がね、資金調達したりとか資金繰りが苦しいとか、そういった方いらっしゃいましたら、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしくお願いします。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金・助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持っている悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしています。